マジックなかったな。はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。で、毎週頑張っていきましょうということ。頑張っていきましょう。はい、サブチャンネルなんですけど。なんか挨拶変えたいね、せっかく。あ、サブチャンネルの挨拶作りたい。それ今日考えよう。はい。何出してる？はい、どうもー。水溜りボンドです。お願いします。ね。サブチャンなんですけどね。よく言ったな、今日決めるって。ちゃんと考えてくれ。なんでだよ。ごめんごめん、本当に。なんでいいよ。結局、頑張ろうか、ちょっと。なんで取り返さないとやばい。なあ。企画やらない。ちょっと、心理テストをやりたくて。ああ、で、心理テスト。で、なんか、普通なんか質問して答えたらみたいな。うん、これは、なんかその、ちょっと特殊で、絵を描いたら、その人の、心理とか性格が分かる。あ、心理の絵ってこと？違う。やばい、絡まりしてる。全然まとえたこと言えない。いいんだよ、サブちゃんなんだから。やばい。じゃあ、ごめんごめん、続けて。うん。なんで？豚の絵を描く。豚ね。うん、豚の絵を描いてください。何にも考えない。豚の絵だから。豚ね。オッケーオッケーオッケー。描きますね。描いて。いや、俺ちょっと ひどいかもしんない。いや、でも俺うまく描けたわ。ねえ、ちょっと俺お前の絵みたいになっちゃった。なんで？簡単。小豚じゃん。いや、そこじゃねえだろ別に。小豚じゃんとかじゃないだろ別に。はい、オッケー。はい、出して。せーの。小豚じゃん。似てんと。いや、お前犬じゃん。犬じゃねえ。後ろ足犬じゃん。犬じゃねえ。まず豚を描いた位置。紙の上の方に書いた人は積極的に楽観主義、真ん中に書いた人は客観的な現実主義、判断力がある。まあ、真ん中だよな、二人とも。まあな。豚の皮の向き。左を向いたらあなたは伝統や習慣を重んじるタイプで、対外的。豚の皮が右を向いたら、革新的で積極的なタイプ。豚の皮が正面を向いていたらあなたは議論好きではっきり物を言うタイプ。天の弱な一面を持ち、周りにへそ曲がりだと思われることも。正面すぐ向いてる。正面向いてんだな、これ。あ、じゃあここ、そういうことだ。豚以外に描いたものがあった場合は注意深い人。豚だけすっきり描いた人は感情を素直に表す単純なタイプ。二人とも同じじゃね？うん、ダメだぞ。違うのここがないと。違うのここがダメだぞ。うす。取り返せない。取り返せない。またミスった俺また。いや、でも二人。あ、今日ダメなんだ。二人ともミスってるかもしれない、もしかしたら。何してるの？いや、ちょっと豚描き直そう。もう無理。同じ絵描いてない？でも船でもいいらしいよ。船でもいいの？うん、船だ。あ、船じゃあ描いて。俺あれじゃん、ゴルフのバンカーじゃん。バンカーじゃねえよ。言葉間違えてる。何、何て言うの、グリーン。何、何て言うの。パターパターなの？パター逆に指してる。船が右向きだったら文章の上手い作家タイプ。船が正面を向いていたら、分析系の人間です、うん、左向きだったら一般的な普通タイプ。え、俺はどっち右に進もうとしか言ったの。いや、それ後から聞かれたらもう無理だわ。主観入っちゃう。でもなんかさ、うん、こっちが前って感じじゃない？いや、こっちな気すんな。いや、それ普通の人が嫌なだけじゃん。こうだって考えてみ、風がこう来てるってことはこっちに進むんだ。ああ、風を切ってるから。そうそうそう。でも追い風の力で動くからヨットなわけでしょ。これヨットじゃないよ。何？豪華客船。豪華客船。豪華客船はこんなんじゃない。で、豪華客船だよ。どう考えてもらってヨットじゃん。その場合はじゃない。ヨットだとしたら小さすぎるだろ。風を受けなきゃいけないから。で、今度は普通の人。ねえ。ん？この髪食ったら普通の人じゃない。なんで爪痕残そうとすんだよ。はい、ということで皆さんどうでしたでしょうか。はい。はい、ということで、ちょっと緩かったですけど、サブチャンネルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。